ただろ。消化呪法レブリアインパクトを打つ、承認してくれ。キラニプラシステムアクセス。こちらからの呼びかけには答えないで。なんて自分勝手で強引な人ですか。知れ。分かっています。言霊暗号化、ナーカルコード送信。ナーカルコード送信。気にすることはない。でも君ももう大丈夫だね。もう一人で怖い思いをしなくて大丈夫だね。ドクターウエストの尻拭いに来てみれば面白いものが見れたな。
たら。サンダルホ満身創痍だな、メタル。だが、まさか負傷を理由に逃げる気ではあるまいな。構えろ。黒いの2対1だぜ。邪魔が入ったか、メタドロン。また命拾いしたな。なんつうスピードだ。大丈夫か、メタトロン。問題ない。自己再生の範囲内だ。でも今回は助けられた。礼を言う。私でもこの子を救えなかった。そんなことは。いや、これは君の力だ。私は君を見くびっていた。その結果がこのザマだ。うん、少しは身の程を思い知ったと見える。ある。だが私は君たちが戦うことを良しとはしない。またそれか。
何と言おうが関係ない。我らはある。熱くなるなって。前にも言った通り、引く気はなくて、あんた一人にばかり背負わせていられない。そうか。しばらく大丈夫。その子のことを頼む。メタトロン。なんだ。そういうあんたは何のために戦ってるんだ。あんたに似たあの黒いのは何なんだ。ブラックロッジに対する怨恨ゆえだ。私はみんなが言うような正義の味方では断じてない。私と同体の戦士、人の心を捨て力に溺れた天使、ブラックロッジのエージェント。ブラックロッジの、みんなと仲良くな。やれやれ、難儀したがなんとか無事目的は果たしたな。術式置換、正しき姿に帰れ。しかし、結局何がわらわの談笑に介在したのか。ブラックロッジ以外にも敵はいるのやもしれんな。ま、今悩んでも仕方ないことだろ、そりゃ。まあ。ライカさんやガキンチョどもが心配してる。帰るぞ。綺麗に締めくくったつもりだろうが、忘れてることがあるぞ。あの人たちはデモンベインを置き去りにして一体どこに。落ち着いてください、司令。したもんや。デモンベインのシステムを十分に使いこなしとる。正直あそこまで鮮やかな動きができるとは思っておりませんでしたよ。
もう少し周りの被害も気にしてくれれば良いんですけどね。やはりアルアジフの魔導書としての核も性能に良い影響を与えていると推測できます。素敵、アルタ。遊ぼうぜ、アリス。クロウちゃん、ありがとう。え、何が？アリスンちゃんのことよ。クロウちゃんのおかげで心を開いてくれた。違うよ。別に俺の手柄ってわけじゃねえだろ。だって別に俺は大したことはしてねえよ。俺がああ言ったところでライカさんがアリスにとって信頼できる人じゃなきゃ無駄だったさ。だからこれはライカさんの努力の賜物さ。俺は単に手助けしただけだよ。まあやり方はチートばかし乱暴だったけどさ。あれで少しばかり結果往来だ。クロウちゃん。なんだよ。クロウちゃんはそうやってたくさんの人を助けていくのかもね。
クロウちゃん、あのね。ん？私はやっぱりクロウちゃんが危険なことをするのは反対。あ。だけどクロウちゃんの決めたこと、応援したいっていう気持ちもある。あ。だから約束、本当に危険だって思った時は絶対に無茶をしないって。クロウちゃん、肌から見てると危なっかしいから。分かったよ。お前らにレッドカードな行為がどういうものか徹底的に教育してやる。死ねー。逃げろ。あらあらあら、やれやれ。やったのである。完成である、完全である、完璧である。我が輩はついに魔術ですら成し遂げられなかった領域を踏破したのである。